サクリファイスの本実はこれ龍です。さあ本日なんですが、サクリファイスっていう最強モンスターを皆さんはご存知でしょうか。まあ、ご存知だと思うんですけども、最強の儀式モンスターでございましてね、過去 KC カップでも1位に輝いたことがある最強の儀式モンスターでございます。こちらのモンスターあまりにも誰も使っておりません、今現状ね。というわけで今回はサクリファイスを救っていきたいと思っております。はい、これうちのメンバーからの、リクエストもあるんですけども、このサクリファイス結構ですね、面白いこと持ってるんですよね。結局相手のモンスターパクって装備するっていうここ持ってるんですけども、この環境下において儀式デッキがあまりにもその不遇であると、まあ、それをねなんとか払拭していきたいというふうに思っております。本日のギミックとしてはですね、サクリファイスを普通に儀式の使い手して、コズミックサイクロンでこの揃えていくっていうね、ギミック、それからクリボールとかを入れまして防御だプラス、クリボールは儀式座になれるんでこれで出していくっていう、まあ、そういう感じになってるんですけども、ですね、これだけだと勝てません。あまりにも脆いので、あ、勝てません。なので、まあ、一応ね耐性を付与できる、対象耐性を付与できるデモリッシャーとか、あと金華病、これね、召喚に成功すると墓地のレベル1のモンスターを特殊召喚できるよってことで、これでサクリファイスをね特殊召喚すると一回やられてしまったサクリファイスとかをもう一回その特殊召喚してまたもう一体モンスターをパクれるとかできるんですよ。これもまあそこそこ強いということと、あとこれねサイキックリフレクター、これでサポートしてあげる、でワンチャンでレベル全部1なんでこれ全部30キルってね、まあ、そういうギミックになっておりますと。でワンチャンの2000ダメージも結構その儀式の使い方と相性がいいので、まあ、そういったギミックにしてきました。さすがにこれだけでは勝てないんで、まあ、介護してあげる必要がある。今ね、なんだかんだこのね、デストロイアイズサクリファイスがめっちゃ強いんでね、早速、ちょっとデュエルを見ていただければなと思いますので、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、いきまーす。このご時世でサクリファイスが使ってんのやばいでーす。この時代にさ、どうしよう、ちょっと待って。コズでコズ打ち抜かれるのも嫌だしな。ボールあるしいいや。この時代にさ、サクリファイスとか使ってるのやばすぎない？やばすぎると思うんだよね。あ、なんもない。マジ？なんもないんすか？じゃあもうこれ、デモリッシャービートダウンするよ、俺。デモリッシャービートっていう、コズミック1枚ぐらいセットか。1枚セットして、はい。デモリッシャービートダウンっていう、ほんまに、あ、ボールあるのね。了解。ボールはある。まあ、ボールかなんかわかんないけど、ボール系のやつはある。このご時世にデモリッシャービートダウンしてる俺やばいと思うんですけど、これコズ、あー、コズミックサイクロンあるのね。 OK、 了解、それはいいでしょう。さあコズミックサイクロンでコズミックサイクロン抜いていく。傷だらけのヒーロー、何？傷だらけのヒーローだと。これあれだな、1500以下のモンスターが、はいはいはい、ソリッドマンが飛んでくる。でブレイズマンの召喚、なるほど、ブレイズマンの効果発動、おー、いいぞ、ヒーローしてるじゃないか。10代ゴーイ、そこまでは読んでいました。アドレーションまでは読んでいました。はい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 、アドレーションの方 OK、 アドレーションの方読んでいたよ。ミラクルフィリー強いです。強くないですか、強くないですか。でエレメンタリーのガイア、なるほど、でガイアの効果を発動しフォースしていく。デモリッシャーが750になってしまった。あ、強い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 、ゼロになっちゃう、やばい、強い、やばい、やばいです。このままでは私のライフはゼロです。クリボールよし、 OK 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 OK、 打点同じじゃないから大丈夫だね。2800パクって、金華病、なるほど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 、これはイリュージョンして、まあ、イリュージョンすんのか。とりあえずイリュージョンしよう。イリュージョンはして、で、儀式魔人の効果で、これさ、これ待って、だから、クリボールあるんでしょ？クリボールある。クリボールあるから、モンスターを縦で出した、まあ、とりあえず召喚ムービー見ます。いきますよ！幻想モンスター、サクリファイス降臨です！サクリファイスのモンスター効果発動です。相手のフィールドのモンスターをパクります。このまま殴ればいいか、いきます。クリボールは使いません。金カビオで殴って
てもまあ400ダメージしかないからね。あ、ネオスフュージョン、なるほど、やばいです。ネオスフュージョン、エアーマン、はい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 。でエアーマンがなければ多分まあ大丈夫だけど、エアーマンあったらマジで終わる。ちょ、エアーマンマジやめて。アクアドルフィン、ハンデスか、いい、それはいいわ、ハンデスはいいわ。はい、500ダメージ、痛い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 、600、あ、でも相打ちか、なるほど、やばい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 ちょっと待って、あー、サクリファイスが、わた、最強モンスターが、まずいです、ドローです。ここで金カビを引けば、あ、あー、あ、だからあれか、これはクリボラルからデストロイアイズサクリファイスを出せばいいのか。デストロイアイズサクリファイスを出せば、サイキックリフレクターの効果を発動しておいおい、サクリファイスどこ行ったんだよ、サクリファイスどこ行ったんだよ。レベルを2つ上げます。バスタービーストを特殊召喚です。レベル6、バスタービーストにレベル1、サイキックリフレクターをチューニングです。この声でチューニングって初めて言いました。デストロイアイズの攻撃です。イリュージョンデストロイおい、サクリファイスどこ行ったんだよ。さあ、お相手の方、闇アリク選手です。いきます。まあ、なかなか強いです。結局ね、サクリファイスだけだと消費がちょっとでかすぎて、アタッカー、何らかのアタッカーをね入れるしかないというね、そういう話になってるんですけども、さ、ベリーマジシャンガールはめんどくせえな、ベリーマジシャンガールマジでめんどくせえな。デストロイか、だからこれマジでめんどくさい、これはマジでデストロイ。バスターモード、なるほど、いや弱っ、バスターモードは弱すぎない、ふざけんなよ、ふざけんなし、キモいだろこのハンド、ふざけんなよ。一応ね、戻せるからバスターモード1枚でいいっていう理論なんですよ。儀式の使い手でバスターモードをデッキで戻せるから1枚でいいっていう理論なんですけども、チョコマジシャンガール、あ、でもまあ知らねえか、知らなければいいわ。チョコマジシャンガール OK、 チョコマジシャンガールでワンドロー OK。 ちょっと伏せやめて、伏せやめて、伏せする場合はトップコズミックサイクロンじゃなくてやばいから OK、 大丈夫だった、 OK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 。 なんか伏せあんまねえな、もうなんか KC5 のあのランク戦はもうなんか結構ゲロアマ環境みたいな感じか。ドロー、いや、リフレクターきすぎ、フォーがあったら強かったけど、まあいいや。スキル発動していく。儀式の使い手で、まあでも言うてこれ結構強いか、これ勝ちか。あ、やめて、ちょっと待って、ちょっと待って、デストライズ、オッケー。で、サクリファイス持ってくんじゃないですか。で、サイキックリフレクターだし、リフレクターの効果は発動です。バスタービーストを手札に加えます。そう、これがね、一応できるからバスターモード1枚でいい理論っていうねのがあるんですけど、はい。で、リフレクター効果発動です。地声になっちゃいました。最近ちょっといろんなモノマネをしすぎて、ペガサスのモノマネがどういう風な声を出していたのか分かりません。さあ、レベル61でシンクロ召喚です。現れよ、デストロイアイズサクリファイス、そしてイリュージョンの儀式を発動です。いきまーす、これはコリか。そしてサクリファイスを特殊召喚です。さあ、召喚ムーブ見ていくか、いきますよ。うわ、気持ち悪いな、相変わらずあのなんかアワビみてえな下半身すげえ気持ち悪いわ。でサクリファイスの特殊召喚です。うん、ダークホール、チョコマジャンガールはいただきます、バトルこれちょっと待って、届かねえんかい、届かないの草、ちょやばいこれ。この召喚獣とかできて終わるんだけど、あ、でもいけるか。あいつバインステルも相打ち持っていける、アレイサはいい。ちょっとプルガトリオ先生はクリボール効くからいいけど、水属性パクったから呼吸トスは出せないだろう。だし呼吸トスでぶん殴ってきたら相打ち出してね、そもそも。でプルガトリオはいいです、
プレガトリオは全然いいや。2900でしょ、2900でぶん殴られるのね。なるほどね。で召喚魔術を発動していく。でアレイスターを回収していく。で2級が3級になるから、3900が、どっちから殴ってくる。あ、そっちから。3級引く性のペグは、2300、死んじゃうね、死んじゃうね、死んじゃうってことはクリボールをぶん投げるしかないか。ぶん投げるしかないね。ドッジボールするしかないね。クリボール、オッケー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 。バックネーのありがてえな。バックネーのありがてえ。あ、モンスターだらけってこと？ってことだ。はい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 。だから、そしたら、サイキックリフレクターを召喚していく。で、リフレクター召喚して、7-1 で、これこうすればいいんですね、これ。こうして、こうして、で、こうですね。で、これで、これで、装備してるやつを割って、割って、た上で相手のモンスター割って、で、サクリファイス守備表示にしてぶん殴る。でいいですか、これで。だから、これとこれと、これ割って、はい来た、はい神ゲー。今バスターモード伏せて割ってもよかったね。そっちもよかったか。いやー、これはちょギリギリ救えてると言っていいんじゃないでしょうか。これちょっと待って、これで救えてないっていう意見あったら、ちょそれきついわ。さあ行きます、早乙女幼女です。幼女には私目がありません。あ、セットエンドで、あ、これもう伏せてもよかったか別に。ちょっと脳死でプレイしてきた。これね、デモリッシャーは別に伏せてもいいんだ。あー、オッケー。ゴズッキー、オッケー、ゴズッキーで、オッケー、ゴズッキー。でもゴズッキーパクるしかないんだよな。ゴズッキ1700いないんだよ。3500とかはパクりたい人生だった。これじゃあセットしてよかったな。デモリッシャー、もういいや。バトルフェーズ入っていく。でぶん殴られてるのはもうしょうがないか。それしょうがないわ。で、効果使ってからでもいいな。効果使ってから、ここで一応抜いといた方がいいか。で、ここ抜いといて、陰節危ねえ。まあでもデモリッシャーあるから陰節とかはまあ効かないんですけども、イリュージョンの儀式発動していく。いやー、これ絶対伏せといてよかったな。ねえ、サクリファイス果てらしい。これでもさ、これさ一回パクっちゃうともうきついんだよね。言うて、ちょっと召喚ムービー見るけど、知らぬいとかに勝てるわけ楽で、知らぬいとか。いや、サクリファイス、あ、でも意外とこれ対象に取れない。でもここにチェーンあるのか。ここにチェーンある、なるほど、ここにチェーンがある。あー、土球は今多分使えないので、なんでしょうね。カトンとかですかね。まあ、パクレーター OK。で、バトルフェイス入って、で、これで、あ、これでなくなる。これでなくなる。なるほど。清掃とか、あとデモンズチェーンとかですかね。あの、伏せカードは。ちょっとわかりませんが、まあ、どっちにしても今のところまだ効かないんで大丈夫ですね。で、セットしていく。いや、セットはめんどくせえんだよな。セットちょいめんどくせえ。これ、殴ったらさ、なるほど。あ、マジでいらないの来た。マジでいらないの来たわ。ちょっと考えよう。バスタービーストを、使ってバスターモードを持ってきて、バスターモードをサクリファイスに変えたところで、素材がない。あ、ん？あ、でもあんのか、別に。デモリッシャーあるから、ちょっと待ってね。あ、これ手札から、手札からデモリッシャーしたから、これ結構ありなんじゃないか。でこうして、でバスターモードからのモンスターカードでサクリファイスにしていく。でイリュージョンの儀式使って、で墓地のデモリッシャー除外して、で相手のモンスターパクって1700ダメージ。いや、あれだね、墓地肥やさせなければなんとかと思うんだよねこれ。まあ、ちょっとまた無限にチェーンあるんだけど、ちょ、わかんないから、これでも、あれ、セットカードかデモンズチェーンか清掃ってことは、多分、今光ってんのは、あの、左側のやつですね。で、これパクりたいっす自分。時計みたい？あー！そういうやつですか？やばいやばいやばい、これは、これはやばいって、これはやばいって、ちょっと待ってくださいよ。それは良くないですよ。
このサクリファイス2枚のこの壁感すごいですって。これやめください。ちょ、墓地シンクロだけは許しますけど、え、これでモンスター追加召喚はかなりきつい。ちょ待って、マジで、ちょ本当にお願い。デモリッシャーとかいう最強カード、最強って聞いたけど俺全然最強じゃないんや。なんでドキュー部隊ってふざけんなよ。やばいってこれ。これでも今ぶん殴ってたら逆にあの負けてましたから、今のはやっといた方がよかったみたいなところありますけど、一応対象には取れないから宮塚さで破壊はされない。はい、いいです。でこれでまあ2500出てくるんで、1体はね、1体は破壊されるのはいいんですよ。もういいんですよ。疲れもいいんですよ。だから疲れもいいんですよ。あ、あなるほどね。2500ね。え、俺何引いたら勝てる。これでもワンチャンサイキックリフレクターとか金貨病とかはあんのか。一応いや、ワンチャンあるぞ。でもまだ分かんない。いや、まだ諦めんな。諦めたらそこで試合終了ですよって安西先生は言ってた。頼む、ドロー。バカ誰が